ので、今日はお化けサンドを作りたいなって思います。で、頭ではイメージしてるんですが、ちょっとちゃんとできるか不安なんですが、イメージは完璧なので作っていきたいなって思います。ということで、材料をご紹介したいと思います。まず、ミートボール。で、チキンハンバーグ。あとは、ベーコン。チーズ。卵です。で、サンドにする、ロールパンです。これを切って挟んでお化けパンにしたいなって思います。もう一つ忘れてました。レタス。今日はフリルレタスを使います。このフリルになってる方が可愛いかなって思ってフリルレタスにしました。ということで作っていきたいと思います。で、まず、ミートボールとチキンハンバーグをチンしたいと思います。で、その間に、ベーコンを焼いて、卵でスクランブルエッグを作っておきたいと思います。はい、できました。ミートボールと、ハンバーグ、チンしました。で、ベーコンとスクランブルエッグも作りました。これを使ってパンに挟んでいきたいなって思います。では、作っていきたいと思います。まず、パンを切っていきますね。想像では結構いい感じにお化けサンドができる予定なんですが、どうかな、どうなんだろう。ということで切りますね。まずパンを口になる部分です。こんな感じ、開いてます。で、ここにこのフリルレタス、あ、ちょっと待ってください。で、その前にこの口の部分の下のところにマヨネーズを塗っていきたいと思います。マヨネーズをかけました。これをこんな感じでぬりぬりっとします。こんな感じ。で、塗れたらこのフリルレタスを挟みたいと思います。このフリルレタスをでかいかな。こんな風に挟みます。マヨネーズの上に乗せました。で、次にベーコンを挟みたいと思います。こんな感じでフリルレタスの上にベーコン乗せました。で、この上に今度は卵を乗せたいと思います。こんな感じで、レタス、ベーコン、卵、上に乗せました。で、この上に
ケチャップかけました。これをあとは蓋するだけです。これでベースは完璧。これにあとココとココに目玉を作りたいと思います。さっきベースだけ作りますね。で、またまたこれもレタス乗せました。次はミートボール乗せたいと思います。ミートボール挟みました。レタスの上にミートボールです。こんな感じ。で、次はハンバーグ。ハンバーグを挟みたいと思います。皆さんはハロウィン、仮装とかされるんですか？私もしようかなって思ったんですが、ちょっと勇気がなかったです。で、この耳だけとりあえずつけてみました。で、こちら、レタスの上にハンバーグ挟みました。こんな感じ。ということで、3つのベースができました。こっからチーズでデコレーションしていきたいと思います。まず、この3つのお化けの目を作りたいなって思います。で、これチーズなんですが、これを丸くくり抜きたいなって思います。ハサミで感覚でいきますね。二つ折りにチーズしました。二つ折りです。そもそもチーズって切れるんですかね？イメージで作るつもりだったんで、ハサミで切れるか心配だったんですが、なんとか目っぽいのができました。あ、いいんじゃないですか。こんな感じ、目玉こんな感じ。あとは中に黒い、あ、そうだ、海苔、海苔を買って切ってつけようかなって思ってたんですが、海苔買うの忘れてました。どうしよう、白目の中の黒目、黒目の代わりになる、なんかありますかね。海苔をつけようかなって思ってたんですが、ない！海苔がない！どうしよう。なんか代わりの黒いもの。ちょっと考えますね。で、次のお化けの目を作りたいと思います。そうだ、海苔忘れてました。どうしよう。黒目の中の海苔、なんかないですかね。を丸く切るの難しいですね。イメージでは簡単かなって思ったんですが、あ、でもなかなかいいかも。いいですよね。手作り感があって。かわいいですよ。さっきのこれ
になってるお化けベーコンバージョンで、次はミートボール、お口にミートボールバージョンで、ハンバーグバージョン。どうですか？かわいいですよね。いい感じで、ミートボールくんには牙をつけたいなって思います。チーズのとんがってる部分を牙にしたいなって思います。どうですか？牙に見えますか？ミートボールの上に牙をつけてみました。どうですか？お化けっぽくなりましたか？かわいい、いい感じですよね。で、これであと目玉ですよね。目玉どうしよう。目玉で完成なんですが、海苔は海苔でも岩のり、岩のりならあります。岩のりつけてみようかな。岩のりいけますかね？甘いですよ。こちらの海苔を目玉につけてみたいと思います。もう黒いなって言ったらこれしかない。あとゆかりのふりかけとかならあるんですけど、光のふりかけ合わないですよね。海苔を目玉に塗りたいと思います。ちょっとチーズだから弾きますね。弾くんですがいいかも。ちょっとかわいい。海苔でデコレーションしてみました。どうですか？いい！めっちゃかわいい！ベロベロバー！ということで、他のハンバーグとミートボールくんにも目玉をつけて完成させたいと思います。はい、完成したのがこちらです。どうですか？お化けサンドに見えますか？周りにチーズでハートと星をデコレーションしてみました。で、目玉に本当は海苔をつけたかったんですが、海苔を買うの忘れちゃってて、急遽岩海苔で目を描いてみました。手作り感があって可愛いですよね。ということで味見をしてみたいと思います。このハンバーグくん、こちらを食べたいと思います。いただきます。間違いなく美味しいですよね。パンにハンバーグめちゃめちゃ合います。ということで今日はお化けパンを作ってみました。本当にパンを切って具材を挟むだけで簡単にお化けパンができるので、ハロウィンの朝の朝食とかパーティーの一品にとか作ってもらえたらいいなって思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、コメントをいただけたら嬉しいです。